ファイアレッドリーフグリーン発売20周年。懐かしい、ボイスチェッカー好きだった。七島のワクワク感好きだった。サファイア取り戻すまでの苦労、そしてこれでようやく RSE からポケモン連れてこられるってこともあって、一連のイベント終わらせた時の達成感がすごかったな。1の画像見たら1イゴ人形って書いてあるけど、3人以上でやる要素って何かあったっけ？なんか七島でできるミニゲームがあったはず。人影を選び、霞に勝てず、近くの草むらでリガードンまで育ててメガトンキックでスターミーを蹴り倒した思い出。なんか謎の要素も多かったよな。木で塞がれてる扉とか変化の洞窟とか。これってどっちもカードイーリーダー要素じゃないっけ。あとミニゲームのマルチ要素とか今よりも自宅で一人で完結できない部分もあってもどかしかったな。それはそれとして七島とかルビーサファイアとかワクワクしたわ。姉の友人に借りパクされて戻ってこない。返して。ゴージャスリゾートでバトルサーチャー。当時は若く、ワールドホビーフェア限定で手に入る新品のチケットが手に入りませんでした。へその岩のルギアと鳳凰のイベント見たかったな。カードイーリーダーとかいう当時使いこなせてた子供いない説。持ってはいたけれど使い道が限定的すぎて置物になってたわね。動物の森やロックマンと比べても別になくても問題ないレベルの影響なのも空気な原因。不思議花の葉っぱカッターの PP を40まで増やしてました。最大火力以外に回復不要の攻撃技があると補給ポケセン消費アイテムを考えなくて楽だったわ。貧弱個体値固定の 3N。初めてがルビサファでその次にやったポケモンソフトがこれだから初代のポケモンとかトレーナーとかが新鮮ですごい楽しかったわ。自分もルビサファスタートでその後ファイアレッドやったけど四天王戦でカンナさんに全然勝てんかったな。でも BGM とかめちゃくちゃかっこいい。同じだわ。今思うとあのタイミングでリメイクして初代に愛着持たせてくれたのは相当ポケモンファンになる上で大きかったな、って思う。バトルサーチャー充電のためにひたすらぐるぐる走ってた。SV で特定ポケモン進化させるために同じ場所ぐるぐる走って少し懐かしかった。最初はポケモン GBA 赤緑とかの形で宣伝されてたような記憶がある。玉虫川サイクリングロードとかいうレベリングの聖地みたいなとこ好き。教えてレビの歌が印象に残ってる。ワイヤレスのミニゲーム系じゃない。ワイヤレスアダプタ同梱。エメラルド出るまでメタグロスに大爆発を覚えさせられる唯一のゲームだった。七島の城と BGM アレンジ好き。七島イベントで榊の子供が金銀ライバルとほのめかされてたな。初めてのゲームポケモン。クラスの子が持ってるから買ってよ。から始まってレンジャーやポケダンまで含めて SV までずっとやることになるとは思ってなかった。当時あまり入手手段がなかった金銀世代のポケモンが七島に出てきたのは感動したな。城とは手厚く補強される一方で肝心の関東のヤドンが3世代で希少化してしまって全国図鑑視点では FR は LG の劣化版になるやらかし。まあこれはリメイクよりエメラルドの責任。そういえばでオキシス捕まえずに放置してるな。今さら捕まえに行ったところでスカバイに持ってこれないから意味ないけど。リーフちゃんを生み出しただけで最高な作品。チャンピオンのブムとか今も割と聞く。え、20年前？そんな前からあったっけ？俺当時金銀とかサファイアルビープレイしてなかったか。ルビサファとファイアレッドリーフグリーンは近いよ。ルビサファ、ファイアレッドリーフグリーン、エメラルドの発売順。ちなみにエメラルドも今年で20周年。嘘だ、まだ発売から10年いのはずだ。懐かしい。タイプ相性もわからず四天王で詰まってたな。リメイクとして見ると割と手堅く抑えてるように見えて挑戦的な部分もあるんだよね。ストーリー途中でいきなりぶっ込まれる七島。左手も151縛りで進化できないゴルバットやラッキー。イベント終わるまでルビーサファイアと通信できない。起動ごとに出てくる物語のリプレイ。実はシレット初めての強化四天王実装。チャンピオン戦の BGM の一部と言われたビジュットリストラ。金銀ポケモンが出るけど2バージョンでも裏できるわけでもない。今やるとあれかねない部分も割とある。さらにもっと恐ろしいこと言うとあと2年で DP も20周年だ。トレーナー戦勝利後のファンファーレが RSE の使い回しなとこだけは違和感だった。他は赤緑シリーズ初体験だけあってめっちゃ楽しめた。当時でオキシスが正式に入手可能になったのはこのソフトからなんだっけ。2世代ポケモンはポケコロがないとコンプリートできなかったんだっけか。なくても一応可能。ただ城と御三家はエメラルドでも一体のみだから交換必須。ちなみに条件は方円図鑑完成。正式にというか実装されたのがこれからだね。一応 PF 共通の RS にもデータは入ってたはずだけど。オーロラチケットの配布がファイアレッドリーフグリーン発売の2004年だったんだっけ。七島のポケセンの本棚とか調べてジムリーダーとかの情報見れるの好きだった。初代だとほとんどキャラ設定なかったからその保管だったんだろうな。すっごいあれな話だけど RS 時点で改造で秘密基地にでオキシス置いてるデータが入ってきたことあったな。思えば赤力リメイク発売から8ヶ月後にエメラルド発売ってすごいスケジュールだな。というよりベースが完全に共通だから開発の初期段階から RS ファイアレッドリーフグリーン A を全部まとめて進めてたんだと思う。後出しでも差し替えて対応できるけどな。昔のポケモン本編は良くも悪くも基本の作りはお安くできてる。レッドやグリーンたちの服装が変わったのも印象的だったな。山吹の東側あたりにトレーナー4人くらいいるところなかったっけ。あそこでバトルサーチャー使って金稼いでた記憶がある。初めて触れたポケモンゲームがファイアレッドリーフグリーンでした。触れた当初はレベリングや相性なんかいまいち分かってなくて途中で放棄したけど、それからアニメにも触れるようになってからまた触り出した。アニメのピカチュウや当時好きだった EV プリンを進化させず使ってたから四天王で積んだ記憶。あと初めてのゲームだったせいで当時見てた AG 編でハルカのアゲハントが使ってた銀色の風をバタフリーが覚えたことでこれは初代からある技なんやと長いこと勘違いしてた。赤緑のリメイクということをそもそも知らなかったんや。リメイクとしては旧大点。拡張用 ROM としてはだより。まあリメイクを扱うノウハウ一切なかったからね。初リメイクということでメディアでも関東のポケモンのピックアップが多くなってたな。アニメだと関東御三家の出番が多くなってたイメージ。そういやアニポケハルカも不思議だね。ゼニが目捕まえてたな。
リーフグリーンは今でもよく遊んでるな。ピカチュウを相棒にしてたわ。七島で、金銀の BGM のリメイクが流れるのは感動した。視聴して、ひわだタウン、42番道路。42番道路は金銀の道路 BGM で一番好きだからすごく嬉しかった。七島という曲名でリメイクされているけど、ファイアレッドリーフグリーンはここまでだけど、ポケモンはまだまだ続くよって思わせてくれるような壮大さが素晴らしい。関東ジムリーダー戦とチャンピオングリーン戦の BGM はファイアレッドリーフグリーン版が一番好き。五感切り後だから図鑑完成難易度が歴代で最も高い世代になってるよね。ルギホーが配布以外正規入手手段ないから3世代では幻扱いされてるみたいな話もあったね。なぜか関東で捕獲できるそうなんす。これ他のリメイク含めても唯一の追加なんだっけか。ブラッキーと F とかいう入手難易度が高すぎる上に殺し屋も使わない入手方法がわかりにくいやつ。ポケモン図鑑はファイアレッドリーフグリーンのが一番好き。生息地の傾向でポケモンが分けられてるから。どのポケモンがどこに割り振られてるのか探すのが楽しいね。アニポケで唯一七島が出たのってサイドストーリーの最終回だけなんだっけ。ヒロシとレオンが旅の途中で立ち寄ったのが一の島ぽかったし。技の物理と特殊がタイプごとに分かれてた最後の作品だっけ。一応それはエメラルドまでだったはず。池田木の洞窟でラプラスを探した懐かしい思い出。目のクラゲしか出ねえ。ミックスオレ備えるイワークの墓。女主人公が可愛かったのと殿堂入り後のスタッフロール演出が好きだった思い出。スタッフロールの中に出てくる初代パッケージ風の一枚へむちゃくちゃ好き。初代あったのにやる意味ないわとか思ってやらなかった記憶。今思い返すと普通にやればよかった。エメラルドの後に出てれば、厳選環境も良くて、バトルフロンティアもあったかもと思うと惜しい。プラチナの後のハートゴールドソウルシルバーみたいに。ルビサファとこれだと厳選無理ゲーだからね。まあエメラルドも今と比べれば鬼だけど。ファイアレッドリーフグリーンって中古まだそれなりの値段するな。DS のダイパとか DW より高くねえか。ダイパはプラチナで抵抗ずっとワンコイン安定のお手頃価格だが、誕生の島ガチャとへその岩ガチャがあるのと GB はさすがに古いけど GBA ぐらいならという需要に合うからってのはある。宝の浜辺とか帰らずの穴とかそんなところにあるのって感じの地形が結構あって探索が楽しかった記憶。ファイア君。まあファイア君は灯火山にいる方が様になってるから、チャンピオンロードが火山みたいな洞窟だったらまた違った未来もあったんだろうな。金銀から設定があったかはわからないけど、シルバーが榊の息子だという話が出たのが今作だったね。俺の初ポケモン。また最初からやりたいな。五感切りのせいで会えなくなった初代ポケモンに会えるってだけでもかなりの価値あったし、ワイヤレスアダプターとかいう当時の革命機が同梱してるだけでも買う価値はあった。教えテレビのお兄さんの挨拶に毎回本気で声出してた。ワイヤレスアダプターは興奮したわ。どのくらい離れられるか試したりしてた。ボイスチェッカーコンプしたな。FR で初めて全国図鑑完成させたな。映画見ないのに大映で前売り券買ってデオキシスもらった思い出。友人の家にカセット忘れたら強ポケ盗まれて初期化されたけど、育成サボりすぎてチャンピオンになったライバルにマジで勝てなかったな。ありがとう滅びの歌。究極技が解禁された最初のゲームなんだっけ。デオキシス出すパズル難しすぎた。ジャカジャカな一ノ瀬節全開の BGM が好きだった。ガラルミ鳥戦 BGM はファイアレッドリーフグリーンやり込んだ人ほどなんか関東っぽいって感じるんじゃないかと思ってる。今作で功労だった要素は後の作品でも実装されてることが多い。密かに俺が初プレイ時に一番グッときたところは、殿堂入り後のルビー探しで灯火山に乗り込み、そこで初捕獲したマグマップの図鑑を見た時に、表示されたナンバーが218だったところ。だからなんだっていう感じだが、本当にこの手で、386匹の図鑑を揃えることができるんだという喜びを感じた。